待って。これがコンソメは何？いわゆるコンソメだ。ちょっと待って。もう飽きとるやんけ、朝から。青髪だか。青髪が飽きとんのよ。青髪。完全もごもごも。何も聞こえない。レンちゃんには何も聞こえてない。レンちゃん。レンちゃん。ガーベンだよ。マジでさ。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。そこだよね、そこだよね、そこだよね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ご予約いただいた佐伯の皆さんでお間違いありませんね。違う、おしぼり、おしぼり、あ、口ごたえでかいな、でかい、口ごたえでかい、口ごたえがでかいな、どんどんこんなでかい、でかいな。え、ちなみに皆さん今日の内容ってすでにご存知でしょうか？確かに知らない、知らない、え、何だと思います？カナブラのカラオケとカラオケ、なんで違う、違う、残念、違います。残念、今日はですね、我々、カナブラの2人がサイキックフィーバーの皆様を熱狂的な聞いてないる、いや、多分長い、意外とボケさせてくれねえな、ボケる、ボケる、マコマコマコ、いいっすよ、マコ、次、次、今日はですね、我々カナブラの2人がですね、サイキックフィーバーの皆様に神奈川、熱狂的な神奈川ファンに仕立て上げたいということで、素晴らしい、うん、持ち込まさせていただいた企画、花村キッチェンとなっております。よー、はい、行きます。なんか食べた、スタート、どうでしょうか、どうしたいいさ、どうしたな、何何どうした、いやいや、すごい面白いな、面白い、ありがとうね、もうワクワクしよう、ありがとう、花村キッチェンなんだね、全然見ちゃう、花村キッチェンなんでね、あ、なんか押しただけや、多分楽しそう、楽しそう、ということで、まあ、今回カナブラキッチンということで、なんでストップするんですか、何キッチンということでね、うん、普段ね、ジミー君とイーサっていう印象がありがちだと思うんですよ、確かにね、料理してるよね、でも今回は僕とレン君がカナブラっていうコンビで、はい、だからなんでです、何を言ったか、ヤネットとかじゃないから、そういう客だ、今だからもう、ヨガくん、俺だよ、俺は押せへんよ、押せへんよ、ヨガくん、待てだよ、ということでね、まあ、皆さん楽しんでいただきたいということで、はい、今回用意したんですけど、はい、そして今日はですね、神奈川の熱狂的ファンになってもらうんですよ、皆さん、あ、僕らや、僕らなってもらうんですよ、僕らがダメですね、はい、まあ、僕らばかりね、押し付けるのも悪いと思うので、まあ、各メンバーにもね、僕の地元トークみたいな聞きたい、まあ、僕の地元こんなんありますよみたいな地元トークとかあれば、まあ、自信のある方からでいいんですけど、お、誰から行く、じゃあスネイ君、心も間違えたしね、今そこどうですか、スネイ君、僕の地元はあれですね、あの黒豆が有名です、あ、黒豆よく食べますね、黒豆と言いますとね、あのよくあの差し入れでも、はい、差し入れでもいただいてるんで、まあ、確かに黒豆美味しいですね、ご飯が美味しいです、ご飯が美味しい、あ、ちなみに地元はちょっとそれは言えない、なんでもあれなんでさ、ここに出てきて全然、まあまあ、今日調べてもらって、兵庫、はい、そう、兵庫ですね、黒豆、なるほど、有名ですね、ご飯が美味しいと、じゃあ次ジミーちゃん、すいません、初めて言っちゃった、すいません、初めて言っちゃった、そばいな、じゃあジミーちゃん、っていうか、まあ地元から、ジミーちゃんですけど、地元名古屋です、あ、名古屋、名古屋、どうでしょう、まあ、僕の家は僕の家、家の説明、家の説明、あのあれなんですね、高校までチャリで5分で、あ、もうバレるよ、大丈夫、中学校徒歩で5分で、あ、言ってました、寝ちゃくていいって、小学校徒歩10分なんですよ、そうですね、あの辺かな、ギリギリまで寝れるタイプ、ジミーの家がいいだけやん、はい、確かに、ね、地元じゃ家じゃなくて地元のトークで、今日の団地いいっすよ、そんぐらいだ、もうそんぐらいいいっすね、ホーム感があっていいってことですよね、いろんなとこにアクセスしやすいと、オレンジ終わったよ、あの駐車場広いだから、あー、いい、地元の話、物件、あれ物件の話じゃない、物件の話、いいさ、いいさ、いいさ、あの Google アップで、すごい広いっす、一回見たんすもんね、 Google マップで、俺らいい10台ぐらい止めるじゃん、俺っすか、いいさ、俺の地元はちゃんと名古屋でしょ、あのクスクスとかタジンがすごい隣、あの砂漠なんですけど、まあ、ラクダが結構、あ、これすいません、この方でしょ、これモロッコの方だね、ね、これね、まあ、でもあ、面白いじゃん、お前兄貴ね、お前そんなボケできるようになったの、考えそう、考えそう、じゃあココ君、いいんだ、いいさ、もういい
全部魅力っすね。はい、ご飯もそうだし音楽もそうだし。音楽もね、確かに。海も人々も、うん、ちなみにどこですか。はい、教えて、まあ、知らない方いるかもしれない。地元沖縄です。あ、沖縄素晴らしいですよね。沖縄うるま市。うわ、うるま、そこまで教えてくれる。うるま市素敵ですよ。素敵、はい、ありがとうございます。なるほど、ちゃんと真面目な人。真面目だ。じゃあ、りょうくん締めのりょうくん。りょうくんの地元です。りょうくんのこと、りょうくん。おしゃれですよ。あ、ね、ちなみにどこですか、地元。みんな言わないけど。兵庫県ね、はい、神戸市です。神戸市、はい、神戸市ね。海も山も神戸マウント。ご飯も神戸マウント。ストップ。はい、何か鼻についた。鼻についてます。どうぞ、何もついたら神戸マウントもいい。何でもショッピングもできますし。うん、来年にはね。やばい、ほらどこでもできるわ、ショッピングなんて。黒豆は取れないですからね。うん、まあない、まあ確かに。黒豆マウントだ。まあ、来年にはね、あのアリーナもできますから、来年ね。こう。あれできますから。ライブができますから。いや、まあ、それはすごいわ。みんなの地元もすごいいいですね。あっさりやな。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも僕たち神奈川も素晴らしい魅力が詰まってるのでね、うん、今日はそれを紹介できたらと思ってるんですけど、事前に。お、神奈川で最高の食材を集めてきました。おお、すごいね。結構調べましたよ。はい、なるほど。神奈川ね。そうなんですよ。分かんなくないですか、何が有名とか。うん、いや、分からん。分からん。それをね、後々皆さん分かると思うんですけど、はい、僕らですね、そろそろ、はい、調理場の方に。あ、なるほどね。いろいろ。そう、いないんですよ、ほんとに。今からやるってことですか。そう、今から。なるほど。別におさんでいいよ、わざわざ。確かに。さすが、ありがとうございます。特別に用意した調達の映像がね、うん、一部始終の皆さん、うん、なるほどね、持ってるじゃないですか。無事前のツッコミ。無事前。どちらかボケだろ。ボケだろ、どっちかって。皆さんの持っている、兼ね備えてるツッコミをしていただきたいと思っております。なるほど。あ、そんなボケたんだ。はい、あ、面白い映像ってことじゃん。カナブラがすごく面白いってこと。まあ映像もそうなんですけど、皆さんのツッコミありきだと僕は思ってるんで。なるほどね。はい。はい、あともう一つ。はい、VTR を見ながらですね、うん、僕らが何を作るか、もう前菜、メイン、デザート、うん、この3つ。そんなに作るの。はい、3種類作ります。3種類作るので、かかりそうですね。ぜひ皆さん予想してみてください。そう、予想してください。それでは、いっちゃいましょうか。じゃあ、それではいきますか。 VTR スタート。